時に幼稚園へ体育指導でサッカーチームが指導に来ていて、そこでサッカーの楽しさを知り、そのままサッカーチームに入団しました。僕自身小学生の時にサッカーと野球をどちらも本気でやってまして、で、まあ、サッカーでは県で優勝したり、野球も後々甲子園で準優勝したような選手がいるチームで一緒に対等にやってまして、で、中学に上がるタイミングでサッカーと野球どちらを選択するかっていうので、正直すごく悩んだ末にサッカーを選びました。その理由としては J リーグの開幕でのサッカーの盛り上がりっていうところで、僕自身がその華やかさとか楽しさを感じてサッカーを選択しました。大学生の時にマルバで選手としてスタートし、マルバの浦安校が開校のタイミングで浅野代表の方からお誘いを受けまして、マルバのコーチとしてスタートを切ることになりました。マルバサッカースクールの選手の皆さん、これからもサッカーをいっぱい楽しんで、そして自分の夢に向かって頑張っていきましょう。コーチもそのサポート頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。